Are you ready? 日曜日の夜、ロディのお部屋でラジオの前のあなたとリラックス&トーク。今日はベリーズ工房からお二人をお迎えしています。こんばんは。こんばんは。ベリーズ工房の徳永ちなみと熊井里奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう本当におめでたくって、はい、2004年の3月3日デビューなので、今年2014年3月3日になんと10周年。はい、すごいですね。自分たちでもびっくりですね。あの小学生から活動してて、青春を全てベリーズ工房にこう、捧げたと言ってもいいぐらいずっと一緒にいたので、本当に10年続くとも自分たちで思ってなかったので、びっくりしてます。なんかいろいろ10周年迎えてインタビューも多いじゃないですか、その中で徳永さんね、なんか学校みたいな場所だったって、いろいろ教えてもらうし、はい、もう何ですかね、こうまず入った時に挨拶、夜あってもおはようございます。そうだよね、学校だと普通はね、はい、違うもんね。そうなんです、あとやっぱりさっきも言ったようにデビューした時は小学生だったので、その勉強のスタッフさんに教えてもらったりとか、宿題とか分かんないとこ聞いたりとかもしてたんで、本当にデビュー当初は学校行って終わって本当はレッスン行ってるんですけど、また学校に行ってるみたいな、常に学んでた感じですね。でもそうやって積み重ねきてきて10周年ってなると、こうワールドワイドにね今活躍してるじゃないですか、そうするともっともっとこれから忙しくなると思うんだけど、それはどうですか？そうですね、ベリーズ工房は海外でのライブ公演とかもさせていただいてるんですけど、日本でもまだ行ったことない県とかがたくさんあるんですよ、なのでそのもちろん海外もだし、日本も行ったことないところがたくさんあるので、10年やってても、なのでこれからもっともっと行ったことないところにもこう活躍できるように幅を広げていきたいなって思います、でも本当2014年、私実はですね、はい、この前ねベリーズ工房スペシャルベストボリューム1と、はい、みんながこれが推し曲ですっていうのがこのなんか10周年の記念で3日間だけめっちゃ安かったのを気づいて、はい、リスナーの方からのツイッターとかで知ったんですけど、はい、10円と思って即買いしました。今日10円でありがとうございます。即買いしました。そんなラッキーなこといいなと思って。そうですよ、今回10年ということで、皆さんにもっともっとベリーズ工房を知ってもらおうということで、10円で1曲配信してみた。なんか曲って値段じゃないなと思うけど、もし10円でね知らない曲とか今まで私が買い損なったやつとか、あとみんなからのおすすめの曲、すごいですよね、知らなかったから、はい、買い損なった方はまた改めてぜひ手に入れていただきたいと思います、さあ今日はですね、お二人とロディストア東京に一緒に行ってきました、2人目の買い物の様子をチェックしてみると、結構こう迷うタイプと早いタイプがいて、徳永さんは、決めると早いなって私は横から見ていて、そうですね、もうこれ欲しいって思ったら、もうそれしか見えなくなっちゃうので、なんか欲しいものとかがあったりするともう手に入れるまでなんか頑張るみたいなタイプですね。向かっていくって感じでしたよね、はい、じゃあちょっとご紹介いただきましょうか。徳永さんから言ってみたいと思います。ご自身で気になって選んだアイテムは何でしょうか？私はポーチ、ロディの絵がプリントされているポーチなんですけど、チャックのところにその30周年記念のコインみたいなのがついてて、それも可愛いなって思ったし、そのポーチ全体の柄がドットなんですよ。ドットだね。で、真ん中にピンクの風船が浮かんでたりとか、なんかワンポイントもすごい多いし可愛いなって。あそこでデザイナーの方が笑顔で。本当に可愛い。色使いがピンクと水色の、出てます。可愛い。この原色チックな色のこの2色の色合いが可愛いですね。何入れましょう、何入れましょう。絶対ツアーとかにも持ってほしいな。私メイクポーチがちょっともう古びちゃってて、でメイクポーチの量がちょっと多いんですよ、人よりも。ですごい収納できるので、できるできる、ちょっと変えたいなっていう。では続いて熊井さんが選んでくれたら何でしょうか？はい、私はキーホルダーなんですけど、これエンジョイロディって書いてあって、吹き出しみたいなマークになっていて、でこれ実はスケートボードをこう再利用っていうか、使ってるらしくて、こう裏にこのスケートボードの絵とかも書いてあって、ロディの頃なんていうんですか、マークシルエットが、が書いてあるのがちょこんと載ってて可愛いと思って、お店の方といろいろお話しして、そうやってねどういうアイテムなのかも掘り下げながら買い物してて、すごい素敵だなと思いました。慎重派、慎重派、結構私も一通りお店の中を見てから
選ぶタイプです、ね、しかもエンジョイがエンジョイがってずっと言っていて、そう、それが気になったの。あの、私エンジョイって言葉をよくファンの皆さんの前で言ってて、くまいちゃんイコールエンジョイっていうのが結構定着してるんですよ。どんな感じでエンジョイ、あのライブとか、うん、皆さんエンジョイできましたかって言うんですけど、でもうなんかエンジョイっていう言葉にすごい敏感になっていて、もう私もこのお店入った瞬間エンジョイ見つけた、うん、これはちょっと狙い目だぞって思ってそれで一通りこうね、お店の中のアイテムを見た後に、はい、やっぱり私エンジョイっていう、はい、エンジョイ他になかったからやっぱこれしかないなと思って、うん、もうこれは私のものだと思って。ところでお二人は、はい、ロディは乗ったこととか触ったこととかはありましたか。はい、私も、私あります。ちっちゃい頃にお家に赤いロディがいたんですよ、うんうん、だからその上に座ってあのテレビ見たりとか。そうなんですか。あのこの前全然座れるじゃないですか、こうやって、うんうん、はいはい、普通のロディのサイズの、あの上とかに座ってなんか遊んだりとかしてました。そうなんだ、はい、じゃあ今日はこうそのロディちゃんのいろんなアイテムを見て楽しんでもらったんですね、はい、よかったです。そしてリスナーの方にも選んでいただきました、はい、リスナーの方に選んでいただいたのはまずはこちらが30周年の、なんだっけ、クリアファイル、はい30周年のクリアファイルです。はい、はい、すごい色入ってますよね。かわいい、カラフルで2人がかわいいっていうのが本当に声が揃ってる、ハッピーになりますよね、見ていて、うん、色使いもすごい明るいし、このなんか王冠をつけてるロディちゃんもかわいい、すごいコインがね、コインのマークがいい、しかもまたエンジョイロディ、出た出た、エンジョイロディここちょっと欲しいって思っちゃいました。私も欲しいの。そして今手にしてくれているのが、はい、これはペンなんですけど、はい、光る？蓄光だ。はい。ですよね。蓄光ロディちゃんがついています。はい、ステーショナリーセットとして、はい。はい。こちらを1名の方にプレゼントします。応募先は後ほどお知らせします。ではここでですね、この番組はユーロディからベリーズ工房にロディの本体をプレゼントしたいと思います。ありがとうございます。やっぱりなんか乗ってる姿がすっごい浮かぶんですよ。本当ですか。でそれぞれに色を選んでいただきました、はい、色とかね、はい、たくさんあるじゃないですか。本当にたくさん、模様もありますし、模様もあったしね。じゃあ徳永さんが選んだのは何でしょうか。はい、私はあの限定の色なのかな、はい、今年ですね、30周年カラーですね、はい、あのなんて言えばいいんですかね、青と、あ、うん、赤と黄色とかオレンジとかピンクとかをちょっとにじました感じのグラデーションっぽくなってるロディちゃんを選びました。すごい可愛くて、こう暖色系のロディで、ね、なんか南の島っぽいというかね、はい、ちょっと南っぽい。なんかそして熊井さんはまた雰囲気違います。はい、私あのジャパンカラーって言って、うんうん、結構あの紺、うん、で色的には落ち着いてる感じなんですけど、なんか特徴的なのが目が黒いっていうところがポイントで、うん、これも結構限定であまり数がないみたいな感じだったので、そういうところやっぱりちょっと惹かれたっていうね、はい、限定ものには目がないかわいい。なんか2人とも雰囲気の違うものでね、はい、選んでくれました。ぜひ今日からお友達として可愛がってあげてください、はい、ありがとうございます。さあそれではベリーズ工房からインフォメーションです。はい、いよいよですね、ひなフェス。そうなんです、はいはい、ではぜひぜひお知らせをお願いします。はい、ハロープロジェクトひなフェス2014フルコースひなフェスですね、はい、はい、っていうのをまたやるんですけど、パシフィコ横浜で、今回はこの29日、はい、3月の29日と3月の30日2日間にわたって4公演やるんですけども、全部曲をフルサイズで皆さんにお届けするっていうことで、はい、普段ライブとかではやっぱりちょっとワンコーラスとかワンハーフとかちょっとカットしたりとかもするんですけども、全部フルサイズ、すごくないですか。だからフルコース。そうなんですよ、はい、そういう意味の本当に曲で勝負、このフルコースってことなんですか。そうなんです、すごいですね。でプラス それぞれの公演によって、あのメインのグループが決まってるんですよ、はいはい、でベリーズ工房のメインの回は3月30日の16時半開演の会なので、本当に大鳥になります。大鳥だ、はいはい、さすがですね。いやちょっとドキドキですね。すごい、また緊張するんですか、メンバー。緊張します。ひなフェス2014、そういう意味だったんだ、フルコース、はい、皆さん、はい、ぜひお楽しみに。さあそれではそろそろお別れになります。あっという間です ね、あっという間です。番組のマスコットイエローロディ君、この子です、はい、ロディ君にお休みのメッセージをお願いしたいと思います。はい、そうですね、私お家にちっちゃい頃ロディ君がいたので、なんか久しぶりの再会というか、すごい親しみがあるのでちょっと今日ロディ君お友達できたので、お家に連れて帰りたいなと思います。
はい、エンジョイロディってことで、ちょっと私もなんかちょっと親近感が湧いたので、これからもロディ君よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ベリーズ工房から徳永千奈美さん、熊井里奈さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲスト、ベリーズ工房の徳永千奈美さん、そして熊井里奈さんのサインが入ったミドルロディと2人が選んでくれましたロディのクリアファイルとボールペンをセットで1名にプレゼントします。締め切りは3月の12日水曜日です。 E メールでお待ちしています。 mappy@fmyokohama.co.jp mapi です。 mappy@fmyokohama.co.jp でお待ちしています。